ートレスカラツは古代王国をテーマにイベント企画を開催中。古代カラーツ王国のファラオに君臨するのは誰か、王の誕生をしかと見よ。開設69周年記念 G1 全日本王者決定戦優勝戦です。さあコース注目ですが、1番と5番が飲水機となっていくか。1号艇は佐賀の山田浩二、2号艇岡山の渡辺和正、3号艇福岡の増田啓二、4号艇大阪の湯川浩二、5号艇佐賀の深川慎二、6号艇愛知の磯部誠です。インには1号艇山田浩二、地元の周年タイトルへ並々ならぬ決意でインコースに座ります。本番では2コースまで来ました5号艇深川慎二、唐津は2度目の周年制覇へ妥協なき戦いです。本番3コースに向けました4号艇は湯川浩二、SG4 冠の底力、3コースに4号艇の湯川です。他3艇はまだ横に向いた状態です。2号艇は渡辺和正、今年はガマゴーリの周年を制し G1 タイトルホルダーとなりました。角から2号艇渡辺、5コースは G1 初優勝をかけて3号艇の増田啓二、大外は6号艇の磯部誠、先月丸亀の周年を制したばかりです。3対3に分かれました。ホームは緩やかな追い風のコンディションです。全日本王者決定戦優勝戦第10レースはインコースから1番、5番、4番、2番、3番、6番です。スタートしました。2号艇の渡辺和正がいいスタートを見せました。さあスリットキワキワのスタートからまくって仕掛ける2号艇の渡辺を牽制しながら1号艇の山田残せるか、内を入ってきた6号艇の磯部、さらには5号艇深川、4号艇の湯川、さあここはなんと6号艇の磯部が前へ出た。スタートは絶対正常でした。6号艇の磯部を追いかけて5号艇深川、1号艇の山田、地元の2人、5号艇の深川の外へ来ました。6号艇の磯部、内が空いた。取り込んだ1号艇の山田浩二、さあ分からなくなりました。先頭争い、優勝争いは内側から1番、5番、6番、この3人が並んでいる。1号艇の山田の外に5号艇の深川、そのアウトに6号艇の磯部です。1マークトップで1号艇の山田が回って、差しハンドル5号艇の深川に続いて6号艇の磯部です。1号艇の山田浩二前へ出るか、5号艇の深川慎二、一点審査、少し離れました。6号艇の磯部は3番手、2周の2マーク、先行体制は1号艇の山田浩二、2マークトップで回って続いて5号艇の深川が指して続きますが、1号艇の山田浩二が先頭を振り切っている。2番手が5号艇の深川慎二、6号艇の磯部誠、3番手その後方に4号艇湯川浩二、2号艇の渡辺和正、3号艇の増田啓二です。先頭は1号艇の山田、続いては5号艇の深川、3番手で6号艇の磯部がバックスレッジ。上位の体型は1番、5番、6番です。1、5、6の3連単のオッズは 29.1 倍です。さあ先頭は1号艇の山田浩二、デビュー数年の周年覇者に名を刻みます。4年前の当地ダイヤモンドカップ以来2度目の G1V、 唐津の69周年優勝は地元佐賀支部山田浩二が今優勝のゴリ、5番深川ゴリ、6番磯部ゴリ、4番湯川、7番の渡辺がゴリ、ラストで3番の増田がゴリ。以上、優勝戦全艇ゴールしました。Slecht dat je niet zo vaak meer echt praten wil. Dan mis ik de tijd dat ik kwaad op je kon zijn. Nu is het stil. Met het vallen van de nacht fluister ik nu zacht, hoor je mij misschien. Ik weet gewoon niet hoe. Bij alles wat ik doe, ik kan het niet hebben als het avond is. Oh, want 's avonds mis ik je.